ハローハローキッチンです。いつも見てくださりありがとうございます。今日はダイソーに行ってきたので購入品紹介をしたいと思います。今回買ってきたものはインテリア商品と収納ケース、便利そうな商品をいつものように商品の紹介と活用方法を合わせて紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、まずはインテリア商品から紹介します。はい、まず1点目、カスミソープリーザープットディフューザーコットンです。こちらは300円商品になっています。この夏っぽいブルーのカスミソーのタイプを選んできました。他にもピンクとかもありました。で、私は今回この夏っぽいブルーを購入してみました。一体コットンとはどんな匂いなのか気になるのでちょっと開けてみます。ここにシールがくっついているので本来はこのまま飾るようなんですけど、私はちょっと取ってしまいたいと思います。シールの力が強くて取りづらかったです。で、中身の方はこのディフューザーとブルーのカスミソーとこの黒いスティックが入っていました。ちょっと匂ってみます。コットンってこういう匂いなのかな。匂いを言葉で表すの難しいですね。きつい柑橘系とかの匂いではないですね。優しい匂い、お粉の匂いみたいな感じの匂いです。ごめんなさい、伝えられなくて。まあ優しい匂いですかね。お好みでスティックを入れてカスミソーも一緒に入れる。うまく立たないな、こんな感じ。まあスティックだけでもいいのかもしれないし、カスミソーだけだとちょっと匂わないと思うので一緒にこんな感じで飾ると可愛いかと思います。で、こちらの使用期限は30日です。まあ、中身がなくなってきたらこのカスミソーだけね飾るのも可愛いかと思います。夏っぽいディフューザーな感じです。せっかくなんでじゃあここに置いときます。はい、次はこちらグリーンポットです。高さが12センチぐらいのフェイクグリーンになっています。ちょっと飾るのにちょうどいいサイズだなと思って買いました。まあこれはね、至って100均ならどこにでもありそうなアイビーな観葉植物フェイクグリーンになっています。まあ100円だったので一つ買ってみました。こちらもね、ここに置いとこうと思います。はい、次がこちらソーラーライトデザイン200円商品になっています。筒状のソーラーライトになっています。こちらは結構前に流行ったアイテムなんですけど、今頃私はね手に取りました。インスタなどで見てすごく綺麗だったので私もね使ってみたいと思います。すごく綺麗なので夜つけてねお庭に飾ってみようと思います。そしてここがねソーラーになっているので、まあ、置いとくだけで電気がつくのですごい楽ちんなアイテムだと思います。はい、次がリンクリップ S サイズ5個入りゴールドです。いつもクリップを使っているのがちょっと普通のクリップなので、今回はこういう可愛らしいものだったら可愛いんじゃないかなと思って買ってみました。ゴールドなのでね、普通のクリップよりはね可愛いかなと思います。蚊取り線香の大きいバージョンじゃないですよ。はい、こちらのスパイラルハンガーなんですけども500円商品になっています。はい、こちらのスパイラルハンガーは布団カバーやシーツ、バスタオルなどをね干すアイテムです。耐荷重の方は 8kg になっています。まあ、イラストのようにこんな風にねくるくるくるっと、こちらにもハンガーのフックがついているのでここで止めて引っ掛けて使うことができます。使わないときはねこれを外すと収納に困らないかなと思いますね。こんな感じで竿とかに引っ掛けることができます。
布団のシーツって干すときかなり場所を取りますよね。他の洗濯物を干すスペースがなくなっちゃうってことありません？でそんな時にこちらがね便利なんじゃないかなと思いました。蚊取り線香のように渦状になった鉄でできているハンガーなんですけども、真ん中の部分にこのフックをつけて干すようにできるそうです。関東もいよいよ梅雨明けするようなので、シーツをねこれを使って洗いたいなと思ってね、今回これ超便利そうと思ってね買ってみてみました。使い勝手が良かったらね、またもう一つ買ってみようかなと思います。はい、次がこちら、ラクラクボトル。片手でワンプッシュするだけで食器洗剤のスポンジを染み込ませることができるボトルです。容量は 400ml になっています。穴が開いているんですけど、ここから多分洗剤が出てくるんじゃないかなと思います。で、多分スポンジをちゃんとここに当てないと洗剤がピュッて飛び出しちゃう可能性があると思うので、スポンジをここに乗せた状態でプッシュしないとかなと思います。食器洗いの時染み込ませるのって地味に面倒だったりすると思うんですけど、まあね、これがあったらねちょっとね楽なんじゃないかなと思って使ってみようと思います。はい、次がこちらです。トートバッグです。こちらは200円商品になっています。こちらの便利そうなトートバッグはすごく口が広くって、街がね結構大きめな、買い物行った時にやっぱり普通のこういうトートバッグだと口がね開けづらいのと奥まで中身が見えづらかったので、これはねすごくね使いやすいんじゃないかなと思って買ってみました。で、サイズの方が縦が 34.5cm、 横が 50cm、 街が 17cm になっています。結構街が本当に広いので、こうバッて開けた時にいっぱい入れることができますし、帰ってきた時にね出す時も出しやすいんじゃないかなと思ってこちらを選びました。まあ、私はね100均に行くことも結構あるので、このねバッグあると楽かなと思いました。デザインも結構シンプルなデザインなので、皆さんいろんな方に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、次からは収納で使うものをご紹介したいと思います。洗剤収納ケース蓋付きです。サイズの方が 16×11×15cm です。こちらの洗剤ケースの特徴は蓋が付いているんですけど、蓋を開けた時に全て開閉できるようになっています。開けっぱなしにね使いたいっていう時はこのままで使えますし、閉めたい時もちゃんと閉まります。蓋が取れるタイプだと蓋をねどっか置かなきゃいけないっていうのがあると思うんですけど、これはねすごい楽かなと思って買いました。で、私が使っているセリアのケースは蓋をね外してから使わなきゃいけなかったんですけど、これはもうねついているのでとっても楽そうだなと思います。で、そしてこのシールがまたまたおしゃれで、キッチン、バス、リビングっていうチェック欄があります。これもねすごいねおしゃれなんじゃないかなと思います。自分がね使いたいところにチェックを入れて使用できるので、まあ、手ぶらしなくてもいいんじゃないかなと思います。で、私はこれをストック品を入れるように使うんですけど、以前はセリアのゴミ箱を使って手袋とかメラミンスポンジを入れてたんですけど、そのケース結構ちっちゃかったので、こっちの方がすごくたくさん大容量に入りそうだと思ってこちらをね買ってみました。まあ、キッチンの下をねちょっとこちらで見直してみようかなと思います。こちらの大きさだとジェルボールとか粉洗剤入れるにもいいんじゃないかなと思います。根菜ストック袋 L サイズと M サイズです。 M サイズの方がこのような形になっています。高さが 25cm、 幅が 20cm、 奥行き 10cm でこんなような形のバッグになっています。L サイズがこのような形、ちょっとね M サイズよりは断然大きなサイズで、縦が 33cm、 幅が 25cm、 街が 15cm になっています。で、冷蔵庫で
私は根菜系をストック収納してるんですけど、今はクラフトバッグの中にビニールを入れてるんですけど、ビニールよりはこちらの方が通気性が良さそうかなと思います。クラフトバッグの中にこの玉ねぎとかをこのバッグに入れて冷蔵庫で収納したいなと思ってこちらを買いました。たくさん入りそうなのでこちらを使って収納してみたいと思います。デザインも結構可愛いのでおしゃれな感じになるかなと思います。はい、次は洗濯ネットです。クッション素材の洗濯ネット、形違いを買ってきました。ポーチ型の洗濯ネットのサイズは 20×27cm です。洗濯量の目安はブラジャーが 2-3枚、キャミソールだと 1-2枚入るみたいです。こちらの方がサイズが 22×24.5cm です。洗濯量の目安はブラジャーが1枚と靴下が 1-2 枚入る量になっています。どちらもファスナーカバー付きなので他の衣類と一緒に洗濯するときは生地をね傷めづらいかなと思います。英字柄の可愛いネットです。ちなみに私これのマスク用洗濯ネットも持っています。可愛いのでね気に入って使っています。今回はこの形違いのネットをね買ってみました。綿ロープです。太さが 5mm で長さが 7m あるものです。前回インテリアで紹介した時に私は枕目を作ってるんですけど、こちらで作っています。まあこの1本だとちょっと作るのには太いので、これをほどくと3本でこのロープができているので、これをほどいて使っています。一応ね、参考までにこういうのを使っているよっていうので今回買ってきたのでご紹介しました。はい、次がこちらジョイントラック用カーテンポールです。で、こちらのサイズは 60cm から 100cm まで伸縮できます。耐荷重の方が 1kg です。まあ、至って普通の突っ張り棒に見えるんですけど、ここの部分が違うんですね。普通の突っ張り棒はここの部分が平らなんですけど、こちらはこういう面白い形をしているものです。なのでこういうところに当てるときにとっても使いやすい突っ張り棒みたいな感じになっています。で、今回私はこれで何に使うかというと、シンク用で使おうと思います。シンクのこういうポールって調べたんですけど意外に高かったので、この形を見つけたので買ってみました。これを使ってシンクの仕切りをね作ろうかなと思って2本購入しました。キッチンのまな板ゾーンとボールゾーンとかザルゾーンっていうのをね仕切れることができるので使ってみようと思います。氷点下保冷剤ハードタイプ S サイズです。夏場はこれがあると便利ですよね。普通のとどう違うのかちょっとわからないんですけど、こちらに記入されていることは約4時間は保冷能力があるそうです。お弁当箱に一緒に入れるのにちょうどいい大きさだったのでこちらを買ってみました。4時間ならお昼のランチのお弁当まではね持つかなと思いますし、小さいジェルの薄い保冷剤だとね溶けてしまうのでこちらの方がいいんじゃないかなと思って、サイズ的にも良かったので買ってみました。
い、次がこちら。洗濯ピンチネット、サイズが 25×21cm。 見た通り、ネットにハンガーがついているものなんですけど、このポケットに洗濯バサミを入れることができて、引っ掛けることができるアイテムです。だいたいピンチは40個ぐらい入るそうです。引っ掛けて取れるのはね、収納場所ですごく便利そうだなと思います。近くに置いとけばすぐ取れてしまうことができるんじゃないかなと思って、デザインもとっても可愛かったので買ってみました。これはね、使いやすそうだなと思います。はい、今回ダイソーの購入品はこんな感じです。もしも気になるものがあれば皆さんダイソーでチェックしてみてください。今回の動画が参考になればグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回のハローキッチンでお会いしましょう。グッバイ。